往年チャンネル。なんかそんな諦めることとかその許すとかさ、そういうことか、あと要は謝罪するとかっていうのはそういうことでなくて、まず相手を理解することだね。なるほど、素晴らしいですね。寝ねえとダメ。なるほど。理解しないし、日本人はお前はダメだって決めつけることが多いけど、それだけでは何も始まんねえ、はい、相手を理解しなきゃ。そうですね、理解しなきゃ。一番大切なのは理解することなんですね、うん、やっぱりその辺がねご主人の素晴らしいところだと思います。素晴らしいではなくて、やっぱり、うん、そういう人がやっぱりこの法然饅頭からこの理解の輪を割っていうとまた気持ち悪いですけどねあんまりその絆とか輪とかさ、うん、そうですよね、友達とかっていうのは言いすぎるから、今度は良くないね。あれあんまりだから絆っていうのも好きじゃないんだ。何かこうそれこそこう教えられるとかでもなくですね、うん、かといってこう仲間とかでもなく、一人一人がそれともなく気づいていけるような、うん、その気づきがもしかしたら震災だったのかもしれないわけですけど、うん、ただそれ気づく前にもう絆になっちゃったんだよね、うん、なるほど、うん、気づかなきゃなんねん、みんな相手を気づかなきゃいけないし、自分も気づかなきゃ。なるほど。でそれが理解を生んでいかなきゃ、うんうんうん、それを理解する前に絆でしょ、もう、はい、助け合うんだと、はいはいはい、ね、もう自助努力だと、あ、出なくてもう助け合いの精神だと、それだけが先になっちゃうからね、思い方になってるね、人間。なるほど。いやー、全くその通りですね。いや全くではないけどね、みんな理解してる。いやいやいや、その通りですね。でもなかなか理解するってのは難しいよね。難しいですね、うん、というかまあもしかしたら究極のところ永久にできないんじゃないかという気もする。いやでも理解することは相手を認めることじゃ全くですね相手の存在を認めていけないね。その通りですよ、ね、悪い人も存在するわけだし、いい人も存在するわけ。その通りですよね、うん、それで全部悪い人は全部排除するんだって社会になれば、それこそ究極 の、 全体主義の社会になっちゃうでしょ。本当ですね、うん、それではダメだっちゃね。存在するからある、存在する意味があるわけだから、ね、このよくいじめとかやっぱネットでの中傷で聞くのは、存在自体がうざい、そういう言い方なんですよね。そういうことなんですよね。どんな相手も存在は認めないといけませんね。そうだよね。でなければまた殺し合いも始まるわね。本当ですね。だから結局イスラムってああいう運動が出るんだよね。まあ、イスラム教自体がそういうことを言ってるわけだから、あの人たちはもうイスラム教がそのまま問題じゃなくて、その私が言ってる人を理解しないことと受け入れないから、自分たちのために宗教を利用してるわけですよね。あの自爆テロはあの相手日本が開発したと同じなんで、特攻隊と同じ、あれなんだって。いやもう本当に不名誉なことですね。あれもね、あの彼らはね称賛するんだから、自爆テロというのはだからそこから来てるんだよね、日本がやったことなんですよね。そしてやっぱりそのなかなか難しい問題になってきますね、うん、そういって特攻された方のね、うん、尊い気持ちを考えろとか言われると、またなんかこう何も言えないような気もなってくるけど、でもちょっと、でもバカバカしいことに駆り出されて、特攻しろという人と特攻しなくてもいいという人もやっぱりいたんだよね。素晴らしいこと、ね、全然特攻しなかった、うん、あの飛行隊もあったんです。素晴らしい。あ、そうですか、うん、そしてそれは最後まで戦ったんだ。だから日本はあの戦争祭ってあのどこでも玉砕するでしょ。ある時万歳って祈っちゃう、ああいうことを一切させなかった人もいるんだよ。素晴らしい、ね、最後まで意味コツコツコツと戦った人がいる。やっぱそれが、まあ、本当の軍人でしょうね、うんうん、単なる犬死にしないでも最後までね、コツコツ。日本人はね、ゲリラ戦ができねえ国民まあ、いいのか悪いのか分かりませんけど、まあ、そのすぐ万歳しちゃうから。なるほど、うん、まあ、そういう意味ではもしかしたらこのアートとかですね、うん、あるいは法然饅頭というのは日本におけるゲリラ戦のようなものなんでしょうか少数派の戦いだね。
少しずつコツ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 と大勝利は望めないかもしれないけれど負けない負けないなんか素晴らしいオチですねこれ